十字路は1928年に公開された日本映画である。監督、脚本は絹笠定之介。従来の時代劇映画とは異なる剣劇場面のない作品で下町の貧しい指定が太した迷いから破滅の道を辿るという悲惨な物語が描かれる。1920年代のドイツ表現主義映画や室内劇映画の影響を受けており、表現主義風に歪んだ。 舞台装置を作るなど、当時の日本映画としては、先端的な表現技法を試みた、前衛映画である。本作は、フランスやドイツなどでも公開されており、欧米の映画館で公開され注目を集めた、最初の日本映画となった。千葉屋秋子と小川幸子1926年に、絹笠定之助は、新感覚派映画連盟制作で、前衛映画、 共通対一1ページを発表した後、松竹キネマと月2本の時代劇映画を制作する契約を結び、同作のスタッフを率いて、木の笠映画連盟を発足した。しかし、同連盟は、松竹との大雑把な契約により、赤字続きとなり、制作費は常に予算額を超え、松竹への借金が加算でいくばかりだった。同連盟は、林長次郎主演作などの時代劇映画を、 制作していたが、当時は各社で、剣撃場面の多い時代劇がたくさん作られ、批評家たちも、剣撃場面さえ、多く入れればよいという制作態度に憤慨し、一部では、剣撃否定の提言があった。またスタッフには、共通第1ページに続く斬新な企画があってもいいのでは、ないかという機運が強まっていた。そこで、木の傘は、赤字経営の悪循環から断ち切る意味も含めて、 剣撃場面のない意欲的な時代劇を作ろうと本作を制作した。1928年3月7日に、松、竹下かも撮影所で撮影が開始し、すべてを夜間撮影で制作した。絹笠映画連盟は小畜への借金が増える、ばかりだったため、制作費を抑えようと撮影所にあったフル材を使い、従来の時代劇とかけ離れたセットを組み立てた。また、 撮影車内の高さが低く、セット撮影でカメラを引くと天井が映り込んでしまうため、遠近法を誇張したセットを作り、街並みが向こうへ行くほど高くなる傾斜を作った。この二つの制約上の工夫により、表現主義的に歪んだセットの遠近法が生まれた。また、ロープにカメラを入れた箱をくくりつけて、俯瞰の移動撮影を行ったり、波型の移動台を作ったり、 カットの間に黒コマを挿入して特殊な視覚効果を狙うなど様々な実験的な試みが行われた。本作のの完成フィルムの試写は新京国の松竹座で工業終了後に弁士控室の小さな試写室で行われた1928年4月17日には雪女約5メートルで検閲を通過した本作は松竹映画の風切りの番線には乗らないため 洋画専門館である新宿の武蔵野館で特別上映することになり、同年5月11日から同館で徳川無生の解説で封切られた。絹笠は本作の完成後、パリの貿易省である土屋も一郎からフランスでの上映配給権を譲ってほしいという申し出を受け、絹笠は彼にプリント1本を預けて一切を委ねた。土屋の配給により、 1929年2月8日から3月21日まで、パリの劇場スチュリオディアマンで本作が上映され、大藤信夫のアニメーション映画、陳説吉田五天などが同時上映された。本作はフランスで劇場のメインプログラムとして公開された最初の日本映画となった。土屋はパリでの公開時に、藤田次ぐに、 舞台挨拶をさせたが、藤田は何も話すことがなかったため日本の映画館について話したという。1928年6月にキヌガサは本作を携えて通し、8月にソビエト連邦経由でドイツへ向かった。キヌガサは本作をドイツで公開するため、まずウーファッシャと会談するが話が進まず、ドイツに滞在中のセンダコレヤの手助けを受けながら、 多くの配給会社に売り込んだ。またフリッツ・ラングが本作を見ることを希望したため、ウーファ社の撮影所で試写会を行ったが、すでに日本で訳したドイツ語字幕が対応なしていないと指摘され、ドイツ語字幕を改定することになった。その後、検閲当局に芸術映画として認められたことで、配給会社が見つかり、ヨーロッパ各地で売り込むことも決定した。 そこで配給用プリントを作成するため、キヌは日本からネガフィルムを取り寄せた。ドイツでの公開は、1929年5月17日にベルリンの劇場ウーファパビリオンで行われた。タイトルは、吉原の影と改められ、本作のための伴奏音楽が作曲された。しかし、この前例に、怪しげな日本の風俗が出てくるドイツ映画、 吉原の人よが公開されたこともあり、一部のベルリン在留の日本人が本作をこれと同類の映画だと決め込み、国辱映画であるとして、上映中止を求める騒ぎが起こった。上映は好評を博し、ドイツの配給会社を通じて、イギリス、アメリカ、イタリア、スイス、スウェーデンなどでも上映契約が結ばれ、欧米各国で封切られることになった。国内では、 本作のフィルムは消失したとされていたが、ロンドンのナショナルフィルムアーカイブに英語版が保存されていたことがわかり、1959年に、木野笠は第12回館で国際映画祭に出席した帰りに、ロンドンへ向かい、同行した川北隆子と共に本作と再会した。このフィルムは、先方が希望した溝野口健次監督の参照イブ』と交換する形で、日本に返還され、 キヌガサ自らが音楽を加えたサウンド版が作られた。1975年に岩波ホールでエキプドシネマ主催により、共通た1ページと共にこのサウンド版が特別上映された。現在、本作の上映用プリントは東京国立近代美術館フィルムセンターが以下の4バージョンを所蔵している。87分1 6ト、mm、ルフィルム。 2343.37フィート、714.25メートル87分、35ミリメートルフィルム、5857.11フィート、1785.24メートル88分、35ミリメートルフィルム、5967.12フィート、1818.77メートル65分、16ミリメートルフィルム、 1757.09フィート535.56メートル2009年2月25日、日本のビデオグラムメーカーのディスクプランが日本名作劇場のレーベルで74分尺の DVD をリリースしている。日本での公開時の評価はあまり良くなく、気の傘は表現に囚われて内在する人生的、思想的干渉の貧しさを露呈したと言われた。 映画往来1928年6月号に掲載された本作をめぐる座談会では映画評論家の飯田心美があの写真では絹笠さんがあの人間たちを借りて言おうとしていることがはっきり僕らにわかるように描かれていないように思われます。制作者が人生の姿を描くことよりも技巧を大事に置いたような気がするんですと語り、内田君夫は 作者の言いたいことがはっきり出ていないと評した。また、岩崎明は、キネマ旬報1928年5月11日号で、私は、十字路があくまでも狂った一ページの作者に似つかわしい写真であることを喜び、しかし、十字路が結局、狂った一ページの作品以上を出なかったことを恨みとしたと評した。1928年度のキネマ報ベストでは、 第10位にランクインされた。海外では公開時から好意的な評価をしている。フランスでも非評価から高い評価を受け、特に作品の完成度の高さ、卓越した撮影と照明の技術、俳優の演技が称賛された。アレクサンドル・アルヌーは、十字路は我々の忖度を遥かに超えた大作品であったことに頭が下がった、その独創性、その完全さ、その深刻さにおいて、 日本映画は正しく、現在混沌たる状態にある、ヨーロッパ映画のすべてのものの上に君臨すると絶賛した。彼の批評は、キネマ巡邦1929年4月21日号内の木ヌガサテイ氏の十字路が、フランス映画界に与えたる印象という紹介記事に、矢野目玄一の小役で掲載された。ドイツでの評価も芳しいものであり、ドイツの映画雑誌、 キネマトグラフでは、今年の一番面白い映画の一つが、今、ウーファパビリオンの銀幕に映っている。初めての本物の日本の映像だ。演技は秀逸である。編集は、創造的である。珍しくて、有効な証明効果に溢れていると評価しており、映画理論家のベラバラージュは、映画の精神の中で本作を取り上げ、その様式に研究した。ありがとうございます。